内山交渉老子定称消防現像仏称第2回昭和58年6月18日今日五条総選寺にて収録消防現像仏称高森仏の玉一切至上質仏称如来成就無変訳これ我らが大師釈尊の四苦の展望林なりといえども一切諸仏一切祖師の長寧願勢なり山岳し来たることすでに2190年小敵わずかに50代祭典28代代々十字しきたり当地23世せせ十字しきたる十方の仏祖ともに十字せり世尊道の一切修行室仏称はその終始いかこれ何者か陰もらいの道展望になりあるいは主上といい右上といい軍上といい軍類というは主上なり軍務なりすなわち質は仏称なり質の一質を主上という小刀陰文字は主上の内下すなわち仏称の質なり感電する皮肉骨髄のみにあらず与徳ご皮肉骨髄なるがゆえに知るべし今仏称に質せられるうは有無の有にあらず質は仏語なり仏舌なり仏祖願勢なり脳僧鼻腔なり質の源さらに周にあらず本土にあらず妙う等にあらず言わんやめ縁うもうならんや心境焦燥等に関われずしかあればすなわち至上質の絵匠しかしながら合造上力にあらず妄縁儀にあらず法理にあらず民図首相にあらず至上の質それ合造上および縁儀法に等ならんには諸匠の小道および諸仏の菩提仏祖の願勢も合造上力および縁儀法になるべし。しかわざるなり人海は全て客人なし時期へさらに第二人あらず時期に根源を切る人いまだ知らず坊々たるご式育児か休戦なるがゆえに妄縁儀のうにあらず変界不造像のゆえに変界不造像というは必ずしも満開ゼウというにあらざるなり変界ガブは下道の邪見なり本ぬの国にあらず豪古豪魂のゆえに四季の国にあらず不樹一人のゆえに上場の国にあらず合衆のゆえに無衆の国にあらずこれ何者か陰もらいのゆえに地球の上にあらず平常心これ道のゆえにまさに知るべし質宇宙に主上改弁南方なり主上を絵種すること質宇を絵種すること格のごとくなれば質宇それ東体脱落なり仏称の言を聞いて学者を置く千二下道の我のごとく邪気せるそれ人に合わず自己に合わず死を見ざるゆえなりいたずらに風化の動弱する新意識を仏称の各地各領と思えり誰か言うし仏称に各地各領ありと各社知者はたとえ諸仏なりとも仏称は各地各領にあらざるなり言わんや諸仏は諸仏を各社知者という各地は何立ちがうんぬんの邪気を各地とせず風化の道場を各地とするにあらずただ一両の仏面素面これ各地なり往々に古老仙徳
あるいは祭典に王冠し、あるいは人間を祁答する、官より総長に至るまで当麻竹井のごとくなる。多く風化の動弱を仏性の近くと思える。哀れむべし学道謙遜なるによりて、今の失語は今仏道の万学初心しかあるべからず、たとえ各地を学習すとも各地は動弱にあらざるなり、たとえ動弱を学習すとも動弱は陰無にあらざるなり、もし真故の動弱を会取することあらば、真故の各地各情を会取すべきなり、仏師与生達比達しなり、仏性必ず質なり、質は仏性なるがゆえに、質は百雑水にあらず、質は一乗鉄にあらず、古見等なるがゆえに大小にあらず、すでに仏性という諸性と聖賢なるべからず、仏性と聖賢すべからず、ある一子を思わ、仏性は草木の習字のごとし、宝物の潤いしきりに潤すとき、画卿を象徴し、使用けか持つことあり、果実さらに習字をはらめり、格のごとく権下する凡夫の上領なり、たとえ格のごとく権下すとも習字及びけかともに上場の責心なりと参及すべし、仮に習字あり、習字見えざれども根拠等を生ず、集めざれどもそこばくの史上大義となれる内下の論にあらず、古今の字に不空なり、しかあればたとえ凡夫の権下に一任すとも、根拠しよう皆同生し同死し同質なる仏性なるべし。まあ、そこまで、この前この仏性の巻を読み始めたんですが、まずね、仏性って言葉の意味ね、それがどういう意味だかっていうのは、仏性仏性っていうもんだから、もう言葉に慣れちゃって、それでなんか仏性って言うと、もう分かってるつもりでもってこの巻読み始めるからね、俺本当の仏性っていう言葉の意味を知らないで読み始めてるんだから、この全体の巻が見当外れの理解になっちゃう。でそのためにはね、道元禅師っていう方はね、あれですね、禅門に入る前に比叡山でもって本当に勉強された方だった。それで仏教経学っていうのをちゃんともう本格的に勉強されていられる方なんだからね、この仏性っていう言葉だって、そのいわゆるなんていうかな、混沌感情でね、なんとなしに仏性って言って、仏さんの種が俺たちにもあるんだぐらいの、そんなつもりで書かれてんじゃないんだ、この正法眼蔵仏性は。でもそれこそ本当に仏教経学を勉強された上での仏性っていう言葉を使われてるんだ。だからその辺をよく我々も勉強しなきゃ。そしてその道元禅師はこの仏性という言葉を使って何を言われるのかというと、我々の座禅の中身を言われるんだから。だから我々はまた同じように座禅してこの巻を読まなきゃダメだもん。そうでなきゃね、そのみんな見当外れになるんで、そういう意味でですね、この前はこの仏性の仏性という言葉の、お経の天下を挙げたわけです。そして、ところがだからその仏性っていう言葉の仏典における天下、その天下だけ挙げたってたの。それがどういう自分とどういう意味で結びつくのかって、そこをよく考えなきゃ。それでまあ、そういう話したんだけど、これはまあこの前一応話したんだけれど、これは重要な話だし、それからまた
今日全く初めて来られる方もあるんだから、まあ、そのことだけは繰り返して一応まとめてお話しながらですね、それで次の方へ読み進むとして、大体ね、仏性って言葉は大発涅槃経の四句本、四句菩薩本第22に出てくる、末期25で、仏性とはすなわち第一義空なり、第一義空とは名付けて中道となすというのが、これ涅槃経の言葉の典故です。仏性とは第一義空です。それは中道だっていうのね。まあ、この程度の典故はそのあれですね、みんなこの巻を解説する人たちは挙げてるわ。だけど それじゃあ第一義空とは何かって、第一義空って言葉がわからないじゃん。それで第一義空っていうのはこれ何かっていうと、これは大本般若経のね、その文章本第18、これに何だおか第一義空となす、第一義空とは涅槃に名付く、涅槃の涅槃たるは空なり、非常秘密のゆえに、ね、これ第一義空、この第一義っていうのはね、これは涅槃、それから涅槃の涅槃たるは空なり、非常秘密のゆえに、情にあらず滅にあらず、だから空だって、ね、それでまたこれもう一つ、それじゃあ涅槃とは何かってね、涅槃っていうのはお涅槃団子なんて言って、2月15日にお団子作ってあれするから、ああそれじゃあお釈迦さんが死んだんだって。そんなこっちゃなく、涅槃とは何か、涅槃とは何かってまた大発涅槃経で調べてみよう。そうすると涅槃とはすなわちこれ煩悩諸欠の火を滅す、でまたね、涅槃とは非狂気になぞく、こう書いてあるね。涅槃はね、涅槃とは煩悩諸欠の火が滅した、それからこれは非狂気だ、これがまあ大体の典故だ。仏性の巻でもね、これはまあ典故なんだけど、この私がいつも言うこれは概念の缶詰だもん。それでもってこれ大切なのはこの概念の缶詰ね、これ開けてそして自分で食べてみなくちゃしょうがない。日本の仏教学者っていうのはただその概念の缶詰あっちやりこっちやりただ運搬し貯蔵してるっていうだけだ、それじゃあ何の意味もない。これを一体そのどういう意味か、私自身に当てはめてよく考えてみたいと思うんですね。そうするとですね、その
まず煩悩諸欠の火を滅す。あれ煩悩っていうのはね、これはまあお互い我々親しいじゃない。ああ煩悩っていうのはこれはまあ説明しなくてもそれ煩悩ぐるりだからね。だからよくわかる。大体ね。これだったらなんていうかね、あのツーってやっかってもうすぐわかる。だけれどこの煩悩諸欠の火を滅すって、諸欠っていうのはね、煩悩っていうのは結ぼれです。要するにあの頭の中でこうってね結ぼれるんだ、いろいろね。そしてその結ぼれが解ける、それが煩悩諸欠の火を滅すっていうことです。これあれですね、まあ私もあのとうとう七十になっちゃったんであれだけど、色気の方もやっぱり七十になってくるとさすが下火になってきたと感じるね。そのそうあの女女って考えなくなったもんというの、いや考えないっていうことじゃないね。しかしそうか、女女ってあの公安の年齢みたいにあのいつも考えてるってことはない。とそれをそういう、まあ、色気の下火になった今から若い頃の自分の色気色気って考えてた頃考えてみると、はあやっぱりなんとかホルモンの加減だなってことだけはよくわかんない。それでのなんとかホルモンっていう関係だけでもって行動してんだからみんなね。それで若い頃はそれでなんとかホルモンだけの関係でその目の前に現れた女をとすぐあの一緒になっちゃって、そして途端に子供作っちゃって、もう子供作っちゃったらもう話は決定的になる。そしてもうその妻子のためにあえぎあえぎで俺一生送らなきゃあんないけど、これね随分なんていうかな、人生っていうものもバカなもんだね。考えてみる、いやそれが七十になったか分かったから話がちょっと遅すぎる。いやその点皆さんも七十になったらもうなるほどって考える人いると思うね。だけどもうその時は俺の人生遅かったと大概思うんじゃないかと思う。それを今そういう煩悩諸欠、頭の中でこうこんがらがっちゃったね、あれを手放しにしてということが火が滅したわけだ。で煩悩諸欠の火を滅すって、それがあの涅槃ですね。それと同時に筆記を切って、そのつまり帰るところって筆記っていうのね、筆記話は筆記どうなんだって、それはつまりっていう、あのこの頃私のあの人生料理の本っていうあの天蔵教訓のね、あれをトムさんが訳したのは今度あれですね、ウェザーヒルっていうアメリカの会社から出したけど、それの題名署名はね、リファイニングユアライフかそういうあれだ。要するにあのあなたの人生を洗練すること、ね、その署名の根本は私が禅仏教とはこの座禅とはね、最も洗練された人生態度であるという、そういうのをまあ私外人たちにはいつでもそう言ってた。まあそれから取ったんだろう。要するにやぼったいんじゃない、最も洗練し抜いた人生態度ね、リファインした、それが
そういう人生態度が座禅の姿だ。早話がね、道楽いろんなことする、碁を打った、ね、将棋指した、麻雀した、ゴルフやった、釣りをやったって言って、そういう道楽やった挙句に座禅したっていうやつが多いもん。それ座禅がもう一番道楽の極地だ。それをリファインしたとか。でね、ところがあれですね、みんなはこのやぼったいことばっかりやってるわけね。それに対して最も洗練された人生態度っていうのが私の、その定義ですよ。ところが私のその最も洗練された人生態度っていう言葉のね、根本はね、沢木老師がね、仏法とは人生の行き着くところに行き着いた人生を教えるものであるっていうね、いう言葉、これが、これ沢木老師のその言葉から私が、最も洗練された人生態度という言葉を出したわけです。ところが沢木老師の行き着くところに行き着いた人生っていうね、その言葉はっていうと、消防現像の紀恵三宝の巻、なぜその三宝に帰依するか、仏法僧の三宝になぜ帰依するか、それは、三宝は必教基礎であるからっていうね、必教基礎。紀恵三宝の巻にそう出てる。ところがこの道元禅師の言葉も消防現像の言葉は、あの第一ドローンから引いてられて、龍樹尊者のね。ところがその龍樹尊者が必教必書であるっていうね、言葉使った、その元の根本はって言ったら、今のこれ涅槃行の言葉だ。あの結局涅槃とは必教期であるっていうね。だから言葉ってやつはね、ちゃんと脈が引いてるわけですよ。で、それでところが、だから大昔からその涅槃とは必教期である、つまり帰るところの我々の人生はっていう、そういうあれを考え方をねしてる人いるわけだ、昔から。ところが今、いまだに今の人類は、あの沢木老師の言葉で言えば、中途半端、ごまかし、いい加減、不十分の人生を送ってるわけだ。これがつまんない。あの江戸時代っていうのね、の話にこんなのがあるわ。大体の東京っていう町は、私の子供の頃、東京の大震災で焼けるまでね、みんな木造建築でしょ。そしてね、関東の冬はね、空っ風がぷるぷる西風が吹くわけです。そして、だからね、火事が多いもの、一晩のうちに4回5回っていうね、それが東京中で起こってんじゃないの。私は本郷元町で生まれて、本郷元町に住んでたんだけど、その近辺でだその近辺で多い晩は一晩に4回5回っていうのが、そしてあれですね、その頃は半焼だ。でじゃーんって一つなったのが一つ晩、これはよっぽど遠いんだ。本郷から言ったら、まあ、牛越とか四谷とかっていうあたりの、あの火事のが一つ場になる。それがジャンジャンと二つ場になったら、まあ、小石川あたりになるね。それから三つ場になる、ジャンジャンジャンと三つになったら、あの神田あたりね。これは私の住んでるとこは、あの川向こうが神田だから、それで
火事は神田火事長っていうね、いろんなことを言ってます。神田火事長って私小さい頃は火事があんまりあるから火事長なんだった。そうじゃない、あれ刀火事の火事長。とにかく神田っていうところはあの火事の多いところ。これがね、ジャン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 って言ってね、言うとこれはすり番ってやつだね。うわっちで目覚めてみたら、何隣が焼けてきちゃったか。おいせもうびっくりしてね、そして自分の枕持って、そして飛び出して、木の幹のまま枕だけ持って逃げたってやつが、まあ、江戸時代いるわけだね。一体何のために枕だけ出したんだ。後から聞いたら、そしたら、この、すり板でもってびっくりして目覚めた、もう火が見えてた。それで、その時一瞬に頭に浮かんだのが、そのあれだね、寝るためにはどうしても枕がなくちゃ、枕さえあればどこ行っても寝られるってさ、そう考えたらしいんだよ。それで枕だけ持って逃げたっていうんだね。ところがね、それと同じことを今の我々やってるんじゃないかと。大体若い頃ね、まあ、人間はどうしても死ぬって思うと、それじゃあとりあえずその俺の血だけは残しとかなきゃって子供を産むじゃない。そして子供さえ産めば自分の生命がそのまんま分身がね、この世の地球に生存するんだから俺の命は永遠に残るぐらい思ってんだよ。ところがその子が大きくなってみると、押すとこれ、ね、あれじゃない、家庭暴力で、それでもって、親に向かって、てめえはって言って、おめえたちはって言って、言うようになっちゃう。押すとこれはいけないって言ってね。で、何しろやっぱり、そこへその辺になってくると、もう定年になってくる。定年になって、退職すると、まあこれからは体丈夫にしなくちゃって。子供より俺の、子供が大きくなったら俺の晩年よく面倒を見てくれると思ったのに、それ見てくれないとなら俺が最後まで丈夫で生きなくちゃならないから、何より健康って言うんで、まあジョギングとか散歩とかして一生懸命歩き回るじゃん。ところが今度は足がいよいよ弱くなって散歩にも出られない、ジョギングも出られないとなってくると、細道がもう火が見えてるんだ。そこまでもう自分の死は迫ってるね。あ、枕だって、それの代わりあ金だって、ね、そういうやついるんね。昭和30年代だったけど新聞に出てたんだ、私切り抜いてたけど、テレビにも放送されたらしいけど、大阪の氷菓子だった。その氷菓子のおじいさんは一晩にね4時間か5時間しか寝ないって言って、ナポレオン涙って書いて、そしてその4時間か5時間か寝ないであとは何してるかって言って、金勘定しそれでどこにあれを貸し付けてからいかに取り立てるかって、そういうことばっかり考えて、そして金貯めてるんだね。あの頃でもって何千万だか何億だか持ってるって、そういうテレビでも放送され新聞にも出てた。そんなに金貯めてどうするんですかって言ったら、いや金さえあればし、その病気になった時でも博士のお医者さんでも往診してくれるって、そういうことあんまり面白いんで私は気に入りたいんだけど、だけどそういう発想ね、俺死ぬ時にそれじゃ博士のお医者さんに往診してもらってどうなのそのそれでそれだけ残った金どうするんだ、これの金残したために、いや私の今あれですね、宇治川べりで散歩するんで
いつも出会う人で裁判官してた人、今家庭裁判のあれしてる人がいるけど、その人がそう言ってたね。お金残すっていうのもいい加減なもんですね。今何千万円だかお金を残してる人の裁判がそのしてるんですが、子供たちがね、何人か4人とか兄弟、みんなその親父やおふくろの面倒を見なかった、一番最後の末っ子だけが面倒を見たんですね。それだもんだから、親父さん死ぬ時にその一番二番目三番目にはいくらずつって、まあ、あれしてですね、あとは全部末っ子にやるっていう遺言して死んだんだ。ところがその死んでみると上の方のやつが承知しないらしいんだね。平等に分けろ。ところが そんなことはないって言って、まあ、争ったまんまね、その一周忌も済んだ、三回忌も済んだ。それで今七周忌になってんだけど、それ七周忌になっても兄弟たちが集まらないっちゃそういうんだってね。まあだから7年前ぐらいの何千万円という金だから、ずいぶん大したもんだったんだろうけど、残したためにそういうことだってだから金さえ残したいって思うことは、まあ枕持って寝りゃいいってんだ、枕さえあればどこでも寝られるってそれと同じ発想だと思う。その辺もっと筆記記書っていうのね、これが大切だもの。つまり我々の人生はどこへ行き着く、どこへ行き着くのはどこなのか、それをゆっくりの目を開けて考えてみなきゃなんないと思う。それが筆記記です。そういうところが、そういう要するにその今日切ってのつまり帰するところ、人生としてつまり帰するところですね。それをその頭で思いついたこと、あ金だ、あ枕だって、そんな風にふっと思いついたことを、それでもって頭ボケすんだ。結局はね、頭ボケする、頭ボケして、それで行動するか一生つまんないことになっちゃう。その頭ボケを、頭を手放しにして、そしてまっさらな実物を、生命の実物を見直す。その本当に死んでいくっていう、俺の人生をだね、よく死ぬっていう地盤から見直さなきゃ本当に、いや生きられないですよ本当に。生の裏はもう刻々に死なんだ。だから生と死とって人ひっくるめにしたとこから見直してなくちゃ。そういうのが頭手放しして、そうしてまっさらな目でその自己の人生見直して、で筆記書えるところ、筆記記書ですね。何かこれを、これが涅槃だ。つまり書えるところね。ところが、こういうのが、涅槃が第一義ですね。第一義って一番大切なことだっていうことだ。その第一義が空なんだっていうね。それはなぜかっていうと、非常非滅だから。この、常にあらず、滅にあらず。ははー。そういう涅槃っていういい境界があるものかってこう考えるのはね、これはその情と考えたわけだ。涅槃っていうのはあるんだ。ところがだから、そのために座禅もし悟のなんとか悟って、その悟りの境界にそういうものがコロッとあると思って、それが条件だもん。この
条件っていうね、一番なんかコロッとしたもんがあると思ってるのは条件です。それに対してそんなコロッとしたものは何にもない。それじゃあ涅槃というのはやっぱりあのこう清浄仏教の凡さんあの人たちはね、昔その涅槃って言ったら化身滅地、身を灰にし、地を滅するって あらゆるその意識をなくするっていうの、そこが本あの涅槃の境界だと考えてたもん。そういう何にもなくなること、もう滅し終わって、全て滅し終わって何にもなくなること、それが涅槃かって考える、ね、そういうのを断言っていうね、条件断言、断滅の件だ。ところが本当の涅槃はそういう情なるものでもなし、それからまたあのそういう滅し終わったものでもなし、生き生きした生命なんだという意味でね、中道だ。この中道っていうのは何か、これは的中していく道っていうことね。この中的中していく道だ、それで中道だ。刻々に的中し的中し、その見当外れをしないということだね。そういうのが中道ですよ。でその点ね、そうしてみるとこの仏性っていうのはどういうことかって、まあ、今私いちいちこのこれに対してあのいちいち味わって考えてきたわけだね。それをひとまとめにして、一体仏性ってどういうものかっていうのを、まあ、考私に当てはめて考えてみると、結局は今の話したことをひとまとめにして言うと、頭手放しの必教起訴、ね、これはコロッとその個体的にあるいは既製品的にあるもんじゃない、それからまた滅し終わったものでもない、どこまでもその冷め冷めて、そして的中していくことということですね。私があの「しかんただ」っていうのにそのシカンタダっていう詩を作る、まあ、私はいつも下手な詩作るけど、あのシカンタダっていうのは、ね、天地いっぱいの命、ただ座る座で命の実物の冷め冷める、この命の実物の冷め冷めるっていうのが大切だ。この何に冷めるかって、命の実物が冷め冷めて、それでこれを具体的にはね、今座禅だいつも言うけれど、我々が座禅してる、そうすると座禅してて何にも思わないんだろうの話は簡単なんだけど、座禅していながらいろいろ頭に思い浮かぶじゃない。まあ、その我々をあのお金持ってないから、あの俺のあの財産をどういうふうに運転するかなんてことは、まあ、あんまり思い浮かばないけれど、その代わり、まあ、差し当たりを思い浮かぶのは女女だ
人間ってよくできたもんだよ。一生妄想には不自由しないように、男は女、女は男って、それまあ妄想の根本なんだと思うよ。で女女と思って、そして女をただ思い浮かべてるだけじゃなくて、うっかりするとテレビ見てるみたいにね、その彼女を目の前に置いて、そしてなんだかんだって話した挙句に、そして 手まで握ってなんていうとこまで、だんだんこうその座禅しながらですよ、座禅しながらそこまでこうテレビ見ちゃうんだから、これが問題だ。それじゃあ座禅してんじゃない、妄想界で、あ、しまった、これは俺は今座禅してんだって、これが実物に変えるんだね。冷める、それで冷めてみて座禅にし直してみると、そうするとパッと今までテレビのようにまざまざとねあったのがパッと消えて、前は壁だけっていう、ね、その壁だけがいいんだよ。座禅のいいところは壁だけっていうところだね。ほいでそれが冷める。そして結局の話、座禅っていうのは何かっていうと、そういうあの発心をだ、冷めるっていう発心を百千万発することだ。ただいつでもこう頭手放しって言って、簡単に手放しになってんのは簡単だ。ところがいつの間にかちょっとこれに行っちゃうんだからそうするとまたパッと手放し、そしてまたちょっとこれにやる、これ手放し手放し手放しってこれやってんだ。それが座禅の中身で、百千万発してその頭ボケしないように、そしてその的中していこう。今座禅の場合は壁だけっていうのが的中だ。あ、その今自分の人生においてって言ったら、何より大切なのは金だと思ってるようなのは、頭手放したとこから見ればあくだらないってことだけが的中だもん。結局ね、そのまで知らなきゃなんない。まあそう、あの今仏性っていう言葉はまあそういう意味だ。この前も大体そういうことを話して、それでそうしてみるとね、この仏性っていうのはね、あれですね、今まで我々が普通、皆さんがね、仏性っていう言葉を聞いて、あのと自分で思い込んでた、あれとは相当話は食い違ってんだろうと思う。大概の人は仏性というと、私にも仏性がありますからねって、まあ両親かな、あの仏さんの種ぐらいでね、あるぐらい。ところはそんなことじゃないもん。これ早い話は、それは一体どういうことか。仏性っていうのは私に言わせない、狂気症運転だ。だからね、自動車の運転と考え合わせてみると分かるね。自動車の運転ってあの運転という限りは安全運転が大切なの。暴走族の運転なんて、あんな運転のうちに入らない。あれはまあ自動車をおもちゃにしてるでしょ。本当の運転というのは安全運転だ。そうするとそれは刻々だもん。刻々にこうやって冷めて運転していくわけですね。で決して同じ既製品がないもん。そう安全運転っていうのはね、こういうのはこのところでこうやっていけば安全運転って、そんなふうに決まってないんだ。刻々なんだ。で全く安全運転が飯終わったっていうね、何もないっていうことじゃない。それだったら死んじゃってる。少なくとも生きているっていう限りは安全運転していかなきゃ、生き生きしてる。まあそういうあれでですね、まず
仏性っていうものはそういう これもだから言葉で卑怯毘沙門天という言葉で済むんじゃないですよ。皆さん自身、私自身、刻々に卑怯毀損運転していくってことなんですかね。これはもうどこまでも決まらない。だから今あの本文に入ってですね、この前は釈迦牟尼仏の玉悪一切修行室仏性如来成就無変訳、これ我らが大師釈尊の宿の展望林なりといえども、一切諸仏一切諸子の長寧願勢なり、山岳式たることすでに2190年、朝敵わずかに50代祭典28代、当地23世、世々従事したる十方の仏と共に従事せる。まあ大体そこまで読んでるわけで、世尊道の一切修行室仏性はその終始いかん、これ何者か、これ陰もらいの道展望になり、のだから今仏性っていうのはね、そうコロッと決まってあるもんじゃない。どこまでもその刻々に自由運転していく、卑怯毀損運転していくっていうね、そういうんだから仏性とはこういうもんだって、ね、規定的には言えないじゃないですか。だから世尊道の一切修行室仏性はその終始いかん、それは何とも言えない。摂事一物即不中だ、一物を摂事せんとするにすなわち当たらずっていうね。で結局はあのただこれ何者か陰もらいと、これ刻々っていうことですよね。この前陰もの巻を読んだのもそれだ。で今今度大切なのはこの一切修行室仏性ってこと。この一切修行室仏性っていうのね、普通には今まで一切修行はことごとく仏性ありって、ね、そう普通には読んでる。仏性ってものをみんな誰でも持ってるってね、所有してる。ところが道元禅師はそうは読まれない。ずっと続けて一切修行室仏性とこういう読まれる。大体ね、仏性っていうのが仏さんの種ぐらいに考えるから、誰でも一切修行はあの仏性を持ってるっていう、そういうぐらいに読むわけだ。ところが今言ったように刻々卑怯毀損運転っていうような、いい子卑怯毀損運転をやっていくっていうのね、そういうんじゃその私は持ってるとは言えない。そういうあのコロッとしたもんじゃないんだからね。これはどうしてもだから道元禅師の言うように質は仏性だとこう読む。この質だから一切修行質仏性っていうのはね、どういう意味かっていうと、どっちへどう転んでも誰でも彼でも頭手放し、それがその仏性で、それを頭ボケしないで冷めていく、いくっていうね、そこが中道である仏性なんですね。で次にですね、あるいは修行といい、右行といい、群行といい、群類というは修行なり群をなり、これはね、ただ修行という修行のいろいろの言い方をしただけ、異名を挙げただけでしかない。大切なのは
質は仏性なんで、その主情っていうのはその質なんだっていうことが大切なんだ。だからすなわち質は仏性なり、質の一質を主情というと、そこに書いてある。質の一質っていうと質っていうことの一部分ぐらいに考えるけど、そんなことない。質って言ったら何から何まで無限でしょ。あの無限の二分の一って言ったってこれは無限なんだ。それだから結局今質の一質っていう言葉はね、その無偏在の一っていうことだ。二分の一っていう意味じゃない、無偏在の一だ。全分の一だ。で結局の話、質は仏性なんだし、仏性は主情なんだっていうことですね。だからあるいは主情といい、有情といい、群情といい、群類といいは主情なり群をなり、すなわち質は仏性なり、質の一質を主情という。これはだから質と仏性と主情とってね、この名前は変わるけどみんな一つ、たった一つのことを言ってた。で小刀陰文字は主情のないです、すなわち仏性の質なり。だからね、そういうその時には主情のないです。これ主情って言うとまたね、そのよそみんな予想と考えるからダメなんだ、話が分かんない。主情って俺だって主情なんだ、生きとし生けるものって言ってね言うけれど、そんな向こうが言わなくていい。私だ、私が生きてる、俺主情だ。その私の内芸は、つまり私の人生全般はだ、私が生きてるってことの主情の内芸ね、これは人生全般だ、私の人生全般は、これは仏性の質だ。ということはどういうことかっていうと、だから一切修行、質仏性って、そのそういうことのね根本はどういうことかっていうと、あの私の必境起承運転、この必境起承運転ですね、私の必境起承運転の場として私の人生はあるということですよ。それが一切修行は質仏性ってことだ。質と仏性と修行とって全く一つなの。私が生きてる限りこれが修行だ。そしてそれはあの私が生きてるってことが全ての全てだもの。私が生きてればこそ私の生命体験する世界があるんだからね。そしてそれはって言ったら、いつでも必境起承運転の場としてある。 場って場所の場ですよ。必境起承運転の場だ。それが私の人生ってもんだ。いやだからちょっとあの、あれだと思うんだね、今まで普通皆さんが考えているのとはガラッと話が違うだろうと思うんだ。の沢木老師が、私のねあの師匠の沢木老師がいつも言われてた、仏法とは途方もないものだって。その途方もないものだってね、その言葉の調子がいまだに私の耳に残ってるぐらい、本当に途方もない仏法って。その辺で普通に考えていい 仏法って言っているのと話は全く違う。常識世界の話じゃないので、
それっていうのはね、三昧王三昧の巻、正法現像の三昧王三昧の巻、座の人海と座の人海、世の人海と座禅の世界と、それから座禅以外の世界とっていうんですね。座の人界と世の人界とはるかに異なる、この道理をわきまえて仏祖の発心修行菩提涅槃を勉強するなりってことだよね。これが正法現像を読む根本ですよ。まず座禅の世界入らなくちゃ正法現像話はわからない、大体ね。で座禅から見る話です。これは事実、我々ね座禅してるんだから、座禅してって言ったら、一旦座禅したら座の人海人だ、座の人海人ですね。人海人って、まあ私がこの頃なんだ、漫画本やなんかでもテレビでもやってんじゃない、宇宙人とかなんか言ってて、そんな宇宙人ってね、そんな馬鹿げたことを言ってるように、大切なのは座の人海人であることが大切だ。で、一旦座の人海人、座禅の世界から見たら、そうしたらね、あらゆるものがもう仏法の世界だ。それみんなの、いや私はって言ってね、遠慮してっからいけないんだね。いや座禅にしたらもう座禅の仏法の世界なんだって、それがもう間違いないんだ。そしてね、仏法の世界としていったら、あらゆる鳥獣虫魚、瑠璃文盲、瑠璃文盲に至るまで、鳥獣虫魚、瑠璃文盲なんて言うと漢字使うと皆さんに分かんないだろうけど、その蝶っていうのは鳥だ、獣は獣だ、それから虫は虫けら、それから魚は魚ね、瑠璃文盲って、瑠っていうのは桶だ、それから魏は蟻ですね、門は蚊だ、それから毛は虫縁に毛じゃの毛を書いて、で、アブの言葉で、まあ、その大体、その一旦仏法の人海人としてね、座の人海人として言ったらですね、全ての何から何まで、鳥獣虫魚類に文盲に至るまで、全て質仏性だ、みんな仏さんだ。それでだからね、修行の手前から言うと私は仏じゃないってこうみんな言ってる。だけど仏の手前から言ったら何から何まで仏、それが質仏性、そういう、そのあれですよ、間違ってならないことは、私はダメですっていう、それがダメなんだ。そうじゃない、まず座禅して、座禅から見たら何から何まで仏法なんだっていうね、もうその仏法の世界入っちゃう。で、そういうのが質仏性だ。そういう仏法、全ての仏法の中に生きてるから、いかに仏法の必教起承運転やっていくかって、それだけなんでやっていくっていうこと、それが質仏性だからこれからその何とかして質仏性になろうっていうんじゃないんだ。もう我々質仏性の中にずんぶり入ってんだから、もう 座の人界の中入ってんだ。いや、早い話がね、これ私ダメだって言っちゃダメですよ
その例えばあなた方が今ここでもって一生懸命私の話を聞いていてくださるのね、これはあなたの人生の筆記記運転やってんだ今事実。そうでなきゃ何もこんなところに来てその仏法の話この蒸し暑いようなね日にわざわざこんなところに来なくてもいいんだから、それよりはもうちょっと面白い、もう普通のあの常識世界から言ったらこんな寺行くよりはもっと面白いところがたくさんある。でそうだな、だから全て我々一切修行も質もみんな仏性だ。結局筆記記書運転の場以外に何にもない、それがあの修行のないですなわち仏性の質なりというのね、我々の内も外も全部が仏性の質です。丹田する皮肉骨髄のみにあらず、何時我が皮肉骨髄を売るなるがゆえに、この達磨大師はね、その4人のお弟子さんがいた、そしてその4人のお弟子さんにいちいち何時は我が皮を得た、何時は我が肉を得た、何時は我が骨を得た、何時は我が髄を得たりとこういちいちこう言ったっていうね。しかしながら今の話はね、何かそういう受け伝えるものがある。